姫路市の日本玩具博物館では、江戸時代から昭和にかけて作られたひな人形を紹介する特別展が開かれています。来月3日の桃の節句を前に、姫路市高寺町の日本玩具博物館では、毎年恒例のひな人形展が開催されています。今年は500組を超えるコレクションのうち、江戸時代後期から昭和にかけて京阪地方などの町屋で飾られた40組のひな人形を展示しています。こちらは明治末から大正期に作られた屏風飾りのひな人形。袖の長さと豪華さが特徴で、瀬戸内海沿岸の町に伝わった様式です。また昭和10年代のこちらの段飾りは、かつて姫路で盛んだった教えの技法で仕上げられたものです。会場では時代ごとに進化した技術や地域の風習の違いを楽しむことができます。京阪地方でまず発達したひな人形作りというものが、江戸後期になると江戸の庶民がまたそれを担っていく。でそうすると京阪も負けじと、ひな人形の新たなものをモデルチェンジして作り上げていくっていう、その切磋琢磨の中で、私たちのひな人形の基礎が作られたなっていうような様が、その様式から伺うことができるんですね。この特別展は姫路市の日本玩具博物館で4月16日まで開催されています。